界の教え第3回。はい、今日は、3次元放送でツイキャスの皆さんおはようございます。はい、はい、ありがとうございます。今日はね第3回でですね、あなたの中にも宝玉になる石が必ずある。はい、宝の玉ですね。はい、あなたの中にも宝玉になる石が必ずあるという話ですね。さあ今日はどんな話が来るか、ちょっと見てみましょうね。中古車ショーの Y さんから電話もらいました。大塩さん、車の供養をしてくれませんか。実は18年前のベンツなんですが、もうポンコツです。廃車にするんですが、持ち主の方が今まで18年も無事故だったから解体をする前に供養してあげたいと言われるんですよ。そうかい、それはいいことだ。供養の経をあげてから見ると、なるほど、ガタガタです。こりゃひどいね。ここまで、こわごわ乗ってきました。お嬢さん、よかったらもらってやってください。 Y さんはその赤いベンツを置いていったのです。よかったな。お嬢は、長年の友人である修理工の S 君に相談しました。なんとか生き返らないか。お嬢の言葉じゃないか、これも縁だ、やってみよう。決めたかな。はい、S 君がそのベンツとともに、帰ってから4ヶ月後、本堂の前で車のクラクションが聞こえました。ベンツのことをすっかり忘れていたお嬢が出てみると、ピッカピカに磨き上げられた真っ赤なスポーツカーが静かなエンジン音を響かせて止まっています。すごい車じゃないか。これから納車する前の安全祈願か。何言ってんですか、お嬢さんの車ですよ。工房さんはさながら S 君のような、熟達の修理工でしょうか。これどういうことかっていうと、多分ちょっと分かりづらいな、これな。あのベンツがポンコツ人間で、工房大師が S 君のような修理工、熟練されたと言ってるんだ。まあ、例がいまいちなんだけど、まあ、とりあえず行くよ。工房さんは、空海のことですよ、工房だしね。工房さんは、人間は誰もが胸の中に宝玉になる意志を持っている。宝の玉ね。良い師匠を選んで、美しく光り輝く玉に育ててもらいなさい、とおっしゃっているんです。どういうことかというと、もうどうにもならないポンコツな車でも、その人にかかるとピッカピカの新品によみがえることができるよ。これを人間に例えると、ボロボロな何も取り柄のない人間でもいいお嬢さんにつくと光り輝くよ、ということだと思います。非常にこの難解、このあの言い方がちょっとね、誰ですかこれ。これは、ね、秘蔵法訳という空海 の代表作の、書物からのことですね。まに自ら宝にあらず、後人よく磨く。どういうことかというと、宝玉は初めから宝玉の形をしているわけではない。研磨の職人が一生懸命磨いて光り輝く玉となるということです。要するに、光るものというのは最初から光ってないということ。しかも、達人が、研磨の達人が磨いて初めて光るんだということを言ってるんだよね。はい、要するに光る人が悪くてもダメだって言ってるんだよね。要するに師匠が悪いと光らない場合もあるということなんだな。ということで、ちょうど高野山大学の方に行ってきて、密教の2つの秘密に、修正の秘密となりましたね。すべての人間はすべての真理を持っている、要するにすべての可能性を持っている。ただそれを磨くかどうかはあなた次第ですよ。磨き方によって、その磨き方を教えてくれる、また磨いてもらうお嬢さんも大切ですよという話ですね。はい、そういうわけで今日のですね、空海の言葉、あなたの中にも
宝玉になる石が必ずあります。だからそれをしっかりと正しい人に道、アドバイス受け、お師匠さんに、受けてもらって、磨いていきましょうね、というお話でした。